出ました、カラスという、ちょうど石原慎太郎さんが、カラスの駆除をちょっと話題になったんですけどね、この映像の中にもカラスがゴミを漁ってるのが出てくるんですけど、まあ、そんな歌なんですけど、人生の応援歌です。人生の応援歌に出しました、カラス。これが親子の耳曲です。今から23年目ですから、ね、懐かしいところが。